現在マリオカートの公認記録保持者の方ですね、任天堂情報開発部員所属の坂東さんにこれからプレーをしていただくわけなんですが、頭はやっぱりロケットスタートから始まりました。坂東さん、よろしくお願いします。はい、どうも。ですね、ちょっとプレーしながらですね話すのちょっと難しいと思うんですが、説明していただきたいんですけれども、結構ね縁石乗り上げてますよね。これは縁石にぶつかりそうになっても、こうやって縁石乗り上げても、スピードは落ちません。なるほど。じゃあ土管にさえ気をつければこう乗り上げながらいくと。このジャンプのタイミングっていうのがポイントなんですか？コーナーかなり手前からこっち1、2、3とこう3回もジャンプしてますね。コーナリングではジャンプは基本です。できるだけこう円に寄るような感じで、もし突っ込みそうになったらもうジャンプでアウトに膨らんでアウトに逃げると。大体このジャンプとこの縁石のこの距離感覚とですね膨らみ方をマスターすれば結構ねシンプルな技法でシンプルですからね。結構いい数字が出ましたね。これを参考にすればあれですか、普通の人でも。そうですね。ぜひ皆さんもですねこの映像を見てチャレンジしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。